福岡パーキングエリアは、富山県高岡市福岡町市も、老子の農越自動車道場にあるパーキングエリアである。本線上の料金所撤去工事に伴い、2018年6月13日から同年8月10日まで一時閉鎖されていた。2012年、高岡市は、福岡町を結ぶ東西のアクセスを強化するため、東 PA に IC を設置する計画を発表したものの、 事業化には至っていない。ETC やクレジットカードの利用はできない。2018年6月20日をもって廃止された。これにより、農越自動車道の料金の支払いは小矢部東、本線料金所のみとなり、小矢部都並 JCT を矢部東インターチェンジは、値上げとなるものの、小矢部東インターチェンジ以北は、実質無料となっている。福岡 PA8 月10日。 正午開放。富山県道路公社。2018年8月15日閲覧。戦略的道路のイメージ図高岡市福岡。PA の IC 加検討高岡市都市計革新。北日本新聞2012年12月21日。AB。通行料金の変更6月20日。富山県道路公社。2018年6月21日閲覧。ありがとうございます。